これ何ですか。これが植物の花ですね。食べれるのはもうやっぱり1月2月ぐらいですかね。2ヶ月後、うん、12月の中頃はい、実ができる、はい、もう実がなって、色がつき始めますね。美味しいですか。美味しいですよ。美味しいですか。いいですね。うわ、楽しみだな、ね、2ヶ月後ですね。はい、今年どうですか。出来はなんとなく、うん、まだ想像はあれかもしれません、まあ、例年通り、木の方は育ってきていますんで、大丈夫と思いますね。土にエネルギーないとダメですか。そうですね。一番大切なのはやっぱり土をちゃんと作らないとダメでしょうね、はい。楽しみ。もうすぐです、これ。はい、ですね。はい、楽しみです、うん。ぜひお願いします。はい。これは見たことなかったですね、これ。冷凍パッションフルーツです。これ、食べたことないですよ、僕。パッションフルーツの冷凍って、すっごいうまそうですね。ちょっと、びっちり身が入ってる。梅、あ、ちょっとこれ冷凍にした方が好きかも。これまたシャリシャリ感が、パッションフルーツのあのつかみどころのないこのとろっとした感じからシャリシャリうまい。うわ、うめえこれ。お届けします。こいつはうまいっすよ、これ。うわ、これ楽しい。ちょっとこれ食感楽しい。うわ、やべえ。